どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットモンモホテルでターゲットオファーがね来ている方がいらっしゃるということで、こちらの解説とマリオットモンモイポイントね購入 25% 割引キャンペーンがね来ておりますので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マリオットモンモイホテルのオファーがねターゲットオファーということで来ている方がいらっしゃるということで、この情報はね海外のブログでね報じられているわけなんですけども、まあ、もしかしたらですね日本の方でもね来ている方ねいらっしゃるかななんていうふうに思いますのと、またねポイント割引購入キャンペーンに関しては今ね円安がかなり進んでおりますので、ちょっとね出すかどうか迷ったんですけども、まあこれからね年末年始も控えておりますし、マリオットモンモイホテルポイントはですねマイルにもね交換することができるっていう風になりますんで、まあ一応ねちょっとは需要あるかななんていう風に思いまして、今回ね動画作らせていただきました。ですので今後ねマリオットモンモイホテルね利用される予定のある方、ポイント購入予定ある方、またね海外のねマリオットモンモイホテルね利用される予定のある方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずマリオットボンボイのターゲットオファーですね。こちらは2023年の1月の31日までに2滞在を完了するとダブルポイントオファーということで、ポイントがね2倍でもらえるオファーっていった形になります。いやね、これめちゃくちゃいいですよね。しかも2022年の現在ですね12月の15日まで、こちらはグローバルオファーということで皆さんもね来ていると思うんですけども、ボーナスポイントがねもらえるオファーやっておりますよね。こちらも併用してね利用することができるっていう風になりますんで、これねめちゃくちゃ来てほしかったですね。私はね残念ながら来てないんですよね。ぜひねアカウントのプロモーション画面ですねチェックしていただければなと思うんですけども、私もね2022年ねもう1回ぐらい海外行きたいななんていう風に思っておりますので、そしたらねマリオットホテルねおそらく2滞在余裕でね利用すると思いますので、いやちょっとね来てほしかったんですけども、私はね来てないんですよね。今後利用される方はですねかなりいいのかななんていう風に思いますので、ぜひねチェックしてください。それでは次にマリオットモンモイポイント購入 25% 割引キャンペーンということで、まずねキャンペーンの詳細ねいきたいと思います。期間がですね12月の21日13時59分までっていう風になります。こちらね日本時間っていう風になりますんで、まあ、この日のこの時間までね購入していただければ、マリオットモンモイポイントね 25% オフでね購入することができます。で特典なんですけども、 25% オフでね今回キャンペーン購入することができるんですけども、マリオットモンモイポイントの場合は2000ポイント以上ね購入していただかないとですね、こういったあの増量だったり割引のねキャンペーン受けることができないっていう風になりますんで、購入される方はですね2000ポイント以上ね購入するようにしてください。で購入する上限なんですけども、マリオットモンモイポイントっていうのは1年間に10万ポイントまでしかね購入することができないっていう風になりますんで、もうね2022年中に10万ポイント以上ね購入された方は今回のキャンペーンはね利用することがねできないっていった形になります。またねポイント付与なんですけども、購入後72時間以内にね付与っていう風になりますんで、まあマリオットボンボイポイントの場合はねすぐ付与される場合が多いんですけども、一応72時間以内ね猶予がありますので、ポイント購入してねすぐ使いたいっていう場合はですね、この点はねご注意いただければなと思います。それでは次に注意事項ですね。先ほども言いました通り、今回のキャンペーンは2000ポイント以上ね、購入していただくと割引っていう風になりますんで、割引価格で購入されたい方はね、2000ポイント以上ね、購入してください。で、マリオットモンボイポイントのこの購入に関してはですね、アンバサダーステータスありますよね。あちらは年間の利用額と、宿泊実績でアンバサダーステータスっていうのはなれるんですけども、このアンバサダーステータスの利用額に関してはポイントを購入してもねその実績にはカウントされませんのでご注意ください。またねこちらのマリオットボンボイアメックスクレジットカードありますよね。こちらマリオットボンボイホテルでね利用するとボーナスポイントがねついたりいたしますよね。でこういったポイント購入する場合にこのマリオットボンボイアメックスをね使うとどうなるかっていう話なんですけども、特にねどうにもなりません。普通にあの街で決済した場合と同じですね。100円につき3ポイントっていう風になりますんで、あのボーナスポイント等々はねあのポイント購入に関してはつかないっていう風になりますんで、この点もね結構
質問いただくんですけども、この点もねご了承ください。またマリオットボンボイポイントの購入に関しては、新規会員後30日以内はですね、このポイント購入っていうのができないんですよね。ですので新規会員の方はですね、30日経過しないとね購入することができないっていう風になりますんで、この点もね覚えておいてください。それでは次にポイント購入した場合のねポイント単価ね見ていきたいなと思います。いつも通りねちょっと私の方で表を作らせていただきましたけども、こういった形になりまして、6万ポイントのねところを見てください。赤字が引かれてると思うんですけども、こちらね6万ポイントを購入していただくと定価では750ドルで、今回のキャンペーンで 562.5 ドルでね購入することができます。でこれをね今のドル円のレートで、計算するとですね、先ほど調べたレートが146.62円ということで、めちゃくちゃ高いですね。まあこれでもちょっと下がったぐらいなんですけども、やはりまだ高いですよね。でこれを換算すると82,473円っていう風になります。で外貨決済手数料込み 2% っていうのがあると思うんですけども、こういったねマリオットアメックスで切った場合、まあアメックスの場合は、外貨決済手数料はね、外貨の決済に対しては 2% ね、取られるっていう風になりますんで、まあこれでね、決済していただくと 2% 取られて、この、外貨決済手数料込みのね、値段に大体近づいてくるかななんていう風に思いますので、こちら入れさせていただいたんですけども、これで 84,122円っていった形になります。この外貨決済手数料っていうのは、国際ブランドとかね、カードによって変わるっていう風になりますんで、まあこれは一例としてね覚えておいていただければなと思うんですけども、まあこれをね考慮していただくと1ポイントの購入単価は1ポイント 1.4 円っていった形になります。ですので、まあ今後使う時にですね、マリオットボンボイポイントを1ポイント 1.4 円でね利用することができれば、まあ今回の購入キャンペーンでね買っていただいても、まあお得にね利用することができるっていった形になるんですよね。まあ1ポイント 1.4 円ってなるとですね、国内だと利用できなくはないですけども、かなりね厳しいと思いますね。1円以上超えることは結構あると思うんですけども、 1.4 円までいくと、まあ、気軽にはね使えない、感じにはなるかななんていうふうに思うんですけども、海外でね利用する場合はですね、今やはりね円安の影響で海外のホテルね非常に高くねなっておりますので、まあ、海外で使うのであればですね 1.4 円ね超えることもあるっていうふうになりますんで、国内よりかは今後ね海外で利用される方であればですね、まあ、お得に使えることもあるのかなと思います。でこちらのね外貨決済手数料 2% の部分ですね、こちらはこの私がお勧めさせているレボリュートカードありますよね、はい、ちょっと見えるかな、はい、こちらですね、こちら外貨決済手数料がほぼかからないプリペイドカードっていう風になりますんで、もしねこれで決済していただくと、この外貨決済手数料はですねほとんどねかからないっていう風になりますんで、もしね外貨の決済が結構多い方はですね、こちらのカードねかなりおすすめっていった形になります。ノーマルカードであればですね、特にね年会費等々もかからず発行することができます。でまたですね、こちらの表で6万ポイントのね枠、赤線させていただきましたけども、マリオットボンバーホテルポイントっていうのはホテルでね利用することもできますし、マイルに交換することもできますよね。ですのでこの6万ポイントで購入していただいて、マリオットポイントをゲットして、それをマイルに交換していただいて、ビジネスクラスとかね、まあエコノミークラスでもいいんですけども、航空券も非常に値段が上がっておりますので、航空券に10万円ぐらい払うんだったら6万ポイント買って6万ポイントで、マイルに交換して減するみたいなね、まあそういった使い方もですねいいのかななんていうふうに思いますので、まあ、マリオットボンバーホテルでね利用するのも一つの手だと思いますし、航空券で利用されるっていう場合であっても、こちらねお得に利用することもね結構できるかななんていうふうに思いますので、まあ、こちらもね一つの利用方法としてね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボイのターゲットオファーと、ポイント購入のねキャンペーンの解説させていただいたわけなんですけども、いやターゲットオファーねめちゃくちゃ来てほしかったですね。はい、最近めっきりね来なくなってしまったので、まあもしね来ている方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。またね今回ポイント購入のキャンペーン来ておりますけども、まあ、基本的にはね1ポイント 1.4 円っていうね購入単価なんで高いですよね。はい、高いっていう風になっておりますんで、海外で使う方向けにはね基本的にはなってくると思いますので、まあやたらめったらね
購入されるのは基本的にはね、ポイント購入自体はね、私はそんなにお勧めしておりませんので、現金で買うよりポイント買った方が安いのであればですね、ぜひこちらをね利用していただければなっていう感じですね。まあこれからね年末年始等々も控えておりますので、まあそういったタイミングでねこっちを買った方が安いのであればですね、ぜひね利用してください。でもし購入される方はですね、アメリカのキャッシュバックサイト、トップキャッシュバックですね、利用していただいて、非常にね利用方法は簡単っていう風になっておりますんで、一応これにね画像出しておきたいなと思うんですけども、もう経由して購入するだけっていう風になりますんで、まあ、特にね難しいこともありませんので、ぜひこちらもね引き出しはねペイパルで出金することができますので、普通の日本の銀行にね、ですのでぜひねこちらも取りこぼさないようにねしていただければなと思います。ということで今回の方はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、あと LINE アットもね始めましたんで、ぜひね登録していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to